こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画では、夏の流行遅れに見えるアイテムベスト5というテーマで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、それにしても暑いですね。もうさすがにですね、もう普通に生活しているだけで、どんどん体力を奪われていくわけなんですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、この時期だとですね、ファッションにあまりですね、意識が向けられないという男性も少なくないかなと思うんですね。まあ、その結果、 かつてです、ね、自分にとって似合っていた 鉄板のスタイルが今ではですね、全然似合わなくなってしまったということが結構僕ら世代は少なくないんですね。その結果ですね、流行遅れに見えがちだったりするので、今回はですね、皆さんのクローゼットの中をぜひ開きながら、こういったアイテムがないかどうかをですね、見ていただきたいんですね。まさしく今回あげる5つのアイテムは流行遅れに見えがちなので、ぜひ皆さんにもチェックしながら、夏の着こなしを見直すきっかけにしていただければなというふうに思っています。こちらの チャンンンネルではでではすすすすねね大人のの男性に向けててメンズファッションの基本です、ね、なるべくくかりやすく解説をしていますもう少しですね、中級者向けのアイテムですとか、コーディネートですとか、あとは皆さんから頂い,いたご質問にお答えするようなものをですね、僕がもう一つ運営しています、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的にアイテムを解説したいなというふうに思ってるんですが、まず一つ目はですね、ポロシャツなんですね、まあ。ポロシャツの中でも特にですね、ロゴがドーンと乗ってるものだとか、あとはワッペンがついてるようなもの、これはですね、流行遅れに見えがちかなというふうに思っています。まあ、僕もですね、まだ新卒でアパレルに入った時なんかはですね、結構ポロシャツよく着ていまして、その当時というのはですね、結構どこかのブランドのロゴが ドーンと入ったやつが流行ったんですね。具体的なブランド名はなかなか言えないんですが、まあそういったものが当時は新鮮だったんですけども、今ではですね、ロゴが大きいものだとか、あとはワッペンが入っているものだとかはですね、なかなか今の時代感には合いづらいかなというふうに思っています。ですので皆さんもポロシャツを選ぶのであったら、間違いなくですね、無地でなるべくですね、ワンポイントが入ってないものを選んだ方がいいかなと思っています。まあブランドのロゴもできればない方がいいかなと思いますし、ましてや 襟の部分にちょっっとと柄が入ってたりだとかそういったものもなかなか危険かなというふうに思っていますそれと合わせて皆さんにはお伝えしておきたいんですがポロシャツのスタイルの時にですねポロシャツの襟を立てるようなスタイルをですね今でもしている男性は結構いらっしゃるんですねこれまたですね今から123年ぐらい前までは僕もですねやってた時があったんですがなかなかですね今は襟立てというものが流行らないんですねもちろんポロシャツの襟立てもいまいちですしシャツの 襟立てもそんななにやらないので今はそんなにですね持ったような着こなしというのはしないので、襟立てをしている方もですね注意が必要なのかなというふうに思っています。じゃあどういったポロシャツを着ればいいのかというと、もう一番いいのはブラックですとかネイビーの 濃い色のポロシャツで単色のものですね。余計なポイントがない方がおじさんっぽく見えないかなと思うので、こういったものを着た方がいいかなと思うんですが、そもそもですね、ポロシャツ自体が正直ですね、なかなか難しいなというのをですね、僕自身も実感してるんですね。 どうしても、ポロシャツイコールおじさんっぽいイメージが先行してしまうので、なかなかですね、これをオシャレに着こなすのは難しいかなと思うので、もし半袖のですね、シャツ系のものを着たいのであれば、オープンカラーシャツとかの方が今っぽくておじさんっぽさというところはですね、出にくいかなと思うので、その点も含めて頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、ピタピタのサイズ感の V ネック T シャツですね。 これもですね、未だに着てる方が少なくないんですね。まずサイズ感に関しても流行みたいなものがありまして、まあ、僕らですね、30代ですとか40代世代というのは長らくですね、タイトフィット市場主義を生きてきたわけなので、どうしてもその感覚で未だにサイズを選びがちなんですね。ですので T シャツのサイズ感もピタッとしたジャストサイズからタイトなものを選びがちだったりするんですが、これはですね、体型を拾ってお腹のぽっちゃり感が出やすいですし、なお かつ今のののののの時代の雰囲気にに合いいいいいいいづらいので、まあ、ぴったりめのサイズ感といううは避けた方がいいのかなというふうに思っています、まあ、今僕もですね、T シャツを着てるんですが、まあ、適度にね、身幅にゆとりがあった方がいいかなと思いますし、着丈に関してもそんなに短めすぎない方がバランスがいいかなと思うので、このあたりはですね、時代によってサイズ感が大きく変わるというところは頭の片隅に置いていただければなと思っています。そしてもう一つなんですが、襟元のデザインですね。 これもですね、流行を大きく反映するんですね。まあ、例えば先ほど開けたような深めの V ネックというのはですね、今から10年ぐらい前にめちゃくちゃ流行って、僕自身もですね、散々着ていたんですね。まあ、今から10年ぐらい前だと僕自身もですね、まだ20代だったので、ギリギリそういったものが似合ったりはしたんですが、今の年齢になってからですね、深めの V ネックだと変にですね、色気を出しすぎて逆にですね、女性から警戒されたりだとか、なんか清潔感がないよねと思って 思われることが少なくないのでぜひ皆さんにはですね V ネックではなくて丸首の T シャツあとはどうしても V ネックが着たい方はこの襟の開きですねこれがですねあんまり広すぎないものを選んだ方がバランスがいいのかなというふうに思っていますだいたいこれぐらいの位置ぐらいですかねそこぐらいまで切れているものであればいいんですが、まあ、グッといっちゃってるものはなかなか難しいかなと思いますしそれに合わせてネックレスなんていうスタイルはまあ、かなりですねオラオラ感が出てなかなか好印象にはつながり にくいかなと思うのでそのあたりも含めて頭の片隅に置いていただければなと思っています はい、続いて3点目なんですが、これはですね、七分丈という一つのキーワードなんですね。まあ、具体的にはどんなものがあるのかというと、七分丈のシャツだとか、あとは今カーディガン僕着てますが、こういったカーディガンも最初から七分丈になっているものがあったりします。あとはボトムスなんかもそうで、七分丈ぐらいのチノパンだとか、ショートパンツみたいなものですね。こういった中途半端な丈感のものというのは、ちょっとですね、流行遅れに感じるかなと思うので、 確かにですね夏は暑いので長ズボンだとかあとは長い袖のものって暑くてどうしても託し上げるわけですね。 僕自身も今カーディガン上に羽織っていますがやっぱりそのまま着ることはなくて腕を託し上げるんですよそうするとおのずとですね七分丈ぐらいにはなるんですよねでもこれが最初から七分丈のものだとですねどうしても子供っぽく見えてしまったりだとか今の時代感とあまり合わないのでできればフルレングスのちゃんとしたものを腕を託し上げた方が僕はバランスがいいかなと思っていますあとはシャツなんかもそうですね長袖のリレーンシャツなんかをですね腕まくりをして着るのは素敵かなと思うんですが 最初から七分丈になっていてまくらなくていいというのはどうもですね子供っぽく見えがちですし今の時代感には合ってないかなと思うのでその辺りのたりアイテムは避けた方がいいいかなと思っています結構ですねこういった七分丈のアイテムに限って裾をめくったらチェック柄になってただとかあとは血のパンなんかの七分丈なんかはそうなんですけどもやっぱりですね裾ののくった部分に結構デザインしてあるものが少なくないんですねそういったものはちょっと学生っぽく見えるのと今の時代感としては だいぶですね、ずれてるところがあるかなと思うので、そういった七分丈系のアイテムには気をつけた方がいいかなと思うので、フルレングスを買うのか、もしくは短めのパンツを買うのであれば、普通に短パンの方がいいかなと思います。膝丈よりもだいたい5センチぐらい短いショートパンツで、スッキリと見せた方が、大人の男性には似合いやすいかなと思うので、その点もぜひチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目なんですが、これはですね、結構ギリギリなところかなと思うんですね。おしゃれに見える場合もあるし、ちょっと古いかなと思うところ、ギリギリなんですが、素足にですね、レザーシューズという組み合わせ。これはですね、ちょっとずつ旬な時期がですね、ずれてきてるのかなというふうに思っています。特に夏場に関しては、素足にですね、レザーシューズというと、なかなかですね、違和感があるのかなというふうに思っています。まあ今からですね、5、6年以上前ですかね、結構 結構その時にはですねイタリア系ファッションみたいなのが流行ったので素足にローファーだとか素足に革靴みたいなスタイルがかなり流行ったんですね中にはですね春夏だけではなくて一年中冬の寒い時期でも素足にですねレザーシューズみたいな方が結構いらっしゃったんですねそれは何を隠そう僕自身だったわけなんですが今はですね結構この素足風のソックスというのもだいぶピークは過ぎたかなというふうに思っていますですので秋冬に関しては素足風のソックスではなくてしっかりとですね 長さのあるようなソックスを履いた方が今の雰囲気には合ってるかなと思いますし夏の着こなしにおいても素足風のソックスやっぱり涼しくていいので NG とは言わないですがそれに対して革靴を合わせてしまうとちょっとですね今のトレンド感からするとですねかっこつけすぎに見えるのかなと思っています、まあ、少なくとも丸みのあるですねローファーぐらいであれば全く問題がないかなと思ってるんですがローファーも先が尖っていたりだとかあとはブラウン系 でちょっと色も明るいものだとか。 あとはタッセルローファーとかを素足っぽく履くだとかそういった着こなしがちょっと今のスタイルとはですね合いづらくなっているかなと思うのでもう少しカジュアル感のあるような足元の方がいいかなと思っていますまあどうしてもレザー系の綺麗なものを履きたいのであればまだですねグルカサンダルこういったものがトレンド感もありますし普通のレザーシューズに比べるとサンダルのモチーフになっているのでもう少しカジュアル感が漂うんですねですのでこういったものを合わせた方がバランスがいいかなと思いますしもしくは定番の黒のコインローファーだ とかこういったものであれば特に問題なく履けるかなと思うので色気のあるようなレザーシューズだとかちょっとおしゃれ感が強すぎるようなレザーシューズを素足で履くというスタイルだけはですねちょっと距離を置いた方がいいのかなと思うので皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はですね、小物なんですけども、帽子ですね。まあ、帽子にも様々なバリエーションがありまして、その時々で旬なものって変わるんですね。まあ、例えば、カジュアルなもので言うと、 キャップがあったりだとか、あとはキャスケットみたいなものがあったりだとか、あとはハンチングみたいなものもありますよね。あとは綺麗めのもので言うと、ハットみたいなものが代表的かなと思うんですが、今のですね、時代の感覚からすると、ちょっと綺麗めな帽子というのが、今はですね、あまりこう合わないかなというふうに思ってまして、まあ、5点目のアイテムとしては、綺麗めなハットというのはですね、なかなか今のトレンドとは合いづらいのかなというふうに思っています。まあ、ハット全般が NG というわけではなくて、 もしですね、ハットをかぶる場合であれば、少し素材感なんかがカジュアルなものの方が僕はいいかなと思っています。まあ、アウトドアブランドなんかでよく出てるような、こういったちょっとカジュアルなですね、ナイロン系のハットなんかは使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあ、今年僕が買ったこちらのブリマーハットというものは、まあ、素材感もですね、カジュアルですし、あとはですね、ツバもちょっと大きめになっていて、素材感もナイロンというところでカジュアルです。まあ、こういった紐なんかも付いているので、なおさらですね、 ススポーツミックスみたいいいいなななとところが作りやすすよううアイテムかなというふうに思っています、まあ、全般にこれは言えることなんですけど、あまり気取った風に見えるようなアイテムというのは、今の空気感にはなかなか合いづらいかなと思うので、こういったスポーティーなもののハットなんかは結構使い勝手がいいかなと思うので、もし帽子を買うのであれば、こういったナイロン系のハットか、もしくはですね、シンプルな無地のキャップだとか、こういったスポーティーなものの方が合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい。ということで、今回の動画では、夏の流行遅れに見えがちなアイテム、ベスト5というテーマで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。皆さんもですね、クローゼットを思い浮かべながら見ていただいたかなと思うんですが、中にはこれ持ってるなというものもあったかもしれません。まあそういった場合はですね、今回お伝えした OK アイテムの方にアイテムを買い替えていただければですね、2021年現在にあった着こなしが簡単にですね、実現しやすいかなと思うので、よかったら参考にしていただければな といいう,うに思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山俊のメンバーシップチャンネル